こんにちは、エクシットのノジです、中国戦、無事、勝利で、終わりました、まずは何よりということで次への希望が、まあ、繋いだと、まあ、いうことは、まあ、良かったと思います。で、中国戦を見た上で、まあ、感想をちょっとお話ししたいと思います。まあ、あの戦い方とか、その辺については、まあ、いろんな、まあ、意見がある、まあ、今回ドラスティックなこう何か変化があるかなと思って期待はしたんですけれども、そうでもなかったですね。まあ、ただ、久保君がセンターに、一度打ったっていう部分なところ、まあ、彼だけ、ヨーロッパで、まあ、自分でチームをでプレーをしているスタイルっていう部分なところ、まあ、自分のサッカーっていう部分のところをきちんとまあ表現できてるというふうに思います。なので、ここは固定したい、まあこれからの戦い、彼と共にあるというような状態で、まあ、今シーズンはいいんじゃないでしょうか。それから10月、サウジ、オーストラリアと、まあ、中国よりは明らかに強いチーム、ベトナムとオーストラリアの試合が、まあ、時間ずらしてちょっと前にやってたのでそれもちょっと見てみましたけれども、両チームとも、まあ、中国よりは明らかに、強い、ただ中国も、後半のように前半から戦ってたらどうなってたか分かんないですね。それはあの見た方皆さん思ったと思いますけれども、まあしっかりとした戦術という部分のところが、まあ、徹底できてない、せっかく、まあ、5-3-2 という状態、まあリトリとして守ってましたけれども、それよりも 4-4-2 という形にして前からプレス来てた方が、まあ、嫌だったですね。まあ、後半いつ、まあ、どんなミスがあるかわからないので、今ヒヤヒヤして見てましたけれども、そういうような、まあ、内容、まあ、勝ちには勝ったけれどもという状態であるということは間違いないと。で、ちょっと気になるのはあの全体のこう全、うん、まあ、今回17名が、ヨーロッパに戻ったっていうようなあの記事もありましたけれども、彼らが自チームで、まあ、自分のクラブで、まあ、ああいうプレーしてたらもしかしたら出れないんじゃないのっていうような、パフォーマンス、まあ、あの技術的なこと戦術的なこと、まあ、自分のチームで、まあ、トレーニングした上でやってることと違いがあるのは、まあ、これは当然のことなんですけれども、やはりサッカーの基本的な、まあ、まあ、ボールへの、プレスだとか、攻守の切り替えだとか、まあ、これはもう、ね、世界中どこ行っても同じですから、いろんな意味で、まあ、余計なプレー、まあ、要するに時間だったりアイディアだったりっていう部分のところで、まあ、いいパフォーマンスじゃない、選手がほとんど、まあ、その点、まあ、久保君はそういう部分のところ、どこでやっても同じようにいいサッカーをするというのが見えているので、まあ、これからやはりチームの中心というふうに、なっていってくれればいいなというふうに思いました。まず、今回ダゾーンで、まあ、アウェイの試合今回は放送があるようですが、それで初めて、まあ、じっくり見たところですね、番組の中に、試合前のこう一人一人のインタビューがありました。まあ、自分の部屋で、まあ、あの撮ってる選手もいたり、同じ背景かなというふうに思うような選手もいたり、まあ、これ一人一人、コメントしてるので、まあ、千差万別いろんな形でした。まあ、共通した部分のところで感じたのは、この4日間の間に、チーム戦術として何か変更というかこれを徹底しようっていうような指示がミーティングで出てないと。各自自分のこう反省をしてそれをなんとかこう改善していきたいというような風に感じ取れました。
その辺のところはまあちょっとこれから先ちょっと不安だなと、こういう相手だからこういうふうにしていくと、まあ、いうような、まあ、リアクションの部分のところについてもどれだけ徹底できるのかなと、いうことは、まあ、不安に感じる、まあ、内容でした。まあ、一人一人のインタビューが聞けたというのはこれは地上波で 見る状態であればあの見ないかったかもしれないので、ダズンの放送ということで見ることができて、まあ、よかったです。まあ、不安な部分のところは広がりましたけれど、それから気になるところはやはりメディカルチェック、コンディションの部分のところに関して、言うと、どこが、まあ、ちょっとふんって思うかっていうと、まず、南野選手それから酒井選手が1試合目終わって、離脱すると、なんでなんだろうって、それちょっと最初から分かんないことなのかなというようなこと、まあ呼んでみたら怪我しましたって、まあその直前にの試合で怪我したっていうんだったらしょうがないですけれども、まあそういうことだけではなくて、特に酒井選手なんかずっとこう同行してたわけですから、監督とですね、周りのスタッフもそうで、まあそういう中であのパフォーマンスもうヨレヨレになってましたから最後、そういう状況になっていて、試合、出て、フルで、戦ったのに、まあ、途端に、離脱すると、まあ、いうようなこと、どういう基準で何をこう健康状態、まあ、メディカルチェックをしているのかっていうのが、まあ、ちょっとこれ時代もしかしたら時代遅れなんじゃないのっていうふうに、思えてきました。それから、まあ、全体の内情的なこと、まあ、あの試合終わったばっかですから、いろんな情報も入ってこないので、分からないですけれども見えてこないんですけど、まあ、日本協会100周年記念というようなことが、まあ、迫ってるみたいですけれども、そんなことで祝ってる状態じゃないと、本当にこう瀬戸際もう崖っぷちっていう状態であるということはもう間違いありません。まだ、まあ、何にも改善されてないので、とりあえず来月の試合に向けて、まあ、希望の光の勝利だったということだけで、内容が良くなったっていうような状況ではないと、まあ、相手次第ですから、まあ、こういう、まあ、前半みたいに完全に支配したって言ってても取りに来てないんですから、支配してるわけじゃないので、取りに来られた後半は支配できてないですから、そういう意味で言うと、まあ、来月本当にこの連戦、サウジオーストラリア、これが本当にこう崖っぷちに立った上での試合だと、まあ、いうことは間違いないですね。まあ選手は、まあ、ベストを尽くすということしかありませんので、いいコンディションでまた集まってほしいと思いますけれども、まあ、あのマイナーチェンジで済んでしまった、勝利してしまったので、10月に大きく変えることは多分ないと思うので、このまま行くんでしょうけれども、そうなるとあとは、まあ、選手のコンディションという部分のところ、まあ、これにかかっていると、まあ、あの監督コーチ周りのスタッフ、まあ、残念なことにあまり期待できないというのがこの2連戦でこう見えてきたので、あとは選手しっかり頑張ってほしいと思います。10月期待してます。